もちもちうどんとケチャップの味が癖になる、レンジ一発ナポリタンうどんを紹介するよ。レンジまで3分。あとはレンジにお任せだから、空いた時間でこんなことも、こんなこともできちゃうよ。ああ、お金が欲しい。まずウィンナーは斜めに薄切り。ピーマンはヘタと種を取り除いて輪切り。玉ねぎは薄切りにします。深めのお皿に冷凍うどん、ケチャップ、牛乳、バター、胡椒を入れます。この上に切ったウインナーとピーマン、玉ねぎを乗せて、ラップをしてレンジで加熱します。お皿がとても熱くなるので、下に1枚重ねると運びやすいですよ。最後に混ぜて具材を上に集めて、お好みで粉チーズやタバスコをかけて食べてくださいね。超簡単なのにとっても美味しいの。おばさんはよくお昼ご飯で食べているよ。うどんの後はやっぱりこれでしょう。だからお金じゃなくて脂肪が溜まっていくのね。てへ。このチャンネルでは料理やお菓子を簡単にアレンジしたレシピで紹介しています。おばさんちょっとフットワーク悪いけど、動画更新は宝くじが当たるまで続けるつもり。これからもぼちぼち頑張るから、ぜひまた遊びに来てね。それでは今回はこの辺で、さよなら。